タクさんこんにちはそして動画をご覧の皆様こんにちは気になる男シリーズ123話の今回補足動画になります123話ですね即化力を身につけるその頭脳の構築の仕方について23例を申し上げましたまあ、23じゃなくて4つか5つぐらいだったですかねまあ、それぞれに気づきがあったりとかまあ、私が考えていることや実行していることと多分普段ね皆さんが考えていることと実行できなかったことの差っていうのがこれによって明らかになったんじゃないかなと思うんですよ その他ですねまだまだ様々多分ね、1つのこと、そうですね、1日に対して人はね、7000の選択をしてるってよく言われるんですけども、その7000の選択の選択のほとんどが多分違うんじゃないかなと思うんですよね。でも7000の選択って言っても、本当に小さな選択があります。 歯磨きを今するのか手洗いは石鹸をつけるのかこういう選択に関しましても一つの選択として7000ありますから多分ねその7000の選択の一つ一つは本当に小さな自分でも気づかないような小さな変化の積み重ねだと思うんですよでもその小さな変化を積み重ねていくからこそ小さな結果の変化になっていってトータル7000の少しずつそれぞれは小さいんだけどもでも 7000に対して0.1でも掛け合わせるとやっぱりね7000のままじゃなくってそれが8000になり8500になり9000になると思うんですよね多分そういう日々を送っていくことによって大きく違うような角度がついていくんではなかろうかと思いますこういう例がありますスタートラインに立った時に本当にねこっちにまっすぐ進む人とたった1度 1mm 角度をつけて進む人最初はそんなに開きが多くありませんけどもこれがね 月にも届くような38万キロぐらい離れていくともう本当に全然違うところに行っちゃうみたいなねそんなことがありますのでほんのちょっとの差っていうのは莫大な差を生むきっかけになるそのスタートラインになるってことだと思うんですよそういう意味でビジネスって1円をまたいで取らないことだと思うんですよ、ね、久保さん1円稼ぐ方法って何ですかって言ったら多分たくさん私は答えれると思うんですよねじゃあ100円はって言ったら100円もいっぱいありますよじゃあ10万は ?10 万もちゃんとできますよとかじゃあ 100万はってったら、100万の稼ぎ方のストーリーもお伝えできます。じゃあ1億はうん。3年かかるけど、こういう方法がいくつかありますよ。っていうふうにお話できると思うんですよ。だからその小さな小さな差の積み重ねが奥まで行くっていうことなんでしょうね。えー、振り返ってみると、私の10年間っていうのはそんなことの積み重ねだったような気がしますし、その前に私が店舗商売してるときって、結局誰かの編み出した店舗商売のコピーでしかなかったんですよ。で、そのコピーの間で、 よくあるパターンの変化してなかったから、よくあるパターンの変化しか結果として受け取れなかったのかなと思います。まあ、ですのでね、今までにない組み合わせ、例えば、麻雀屋の親父が赤字の中から,から、赤字続きの中から、えー、情報発信、YouTube に対して1億円稼ぐみたいなストーリーってのはなかなかないんじゃないかなと思うんですよね。多分未だに麻雀屋から、今私のような暮らしを、麻雀を使わずに這い上がってきた人ってあんまりいないんじゃないかなと思いますよね。つまり、麻雀は生活を壊して、 破綻リスクを高めるんだけどもインターネットによる情報発信っていうのは生活を正して、えー、多分富をもたらしてくれるんじゃないかなと思うんですよ。で実際私の熟成んはだんだん私の生活スタイルに合わせていく傾向にあるんですよね。もももちろんん今の私の私暮らしにはなかなかか合わせれるものでありませんけども思考が変わっていくと 行動が変わって、今までの自分じゃない自分を身につけていくってことになる。それがだから速火力の身につけ方なのかなと思うんですよ。で、私は YouTube を中心に今活動してますんでね。YouTube をやる、中心に据えるっていう行動をすれば、大体似たような結果に向かっていくと思いますし、私はライブ放送をこの10年近くやってるわけなんですよ。それこそね、数千回というか、万に近い回数でやってるんですよ。そうなると、ライブ放送を万に近い回数やると、大体私の暮らしに近づくってことになりますから、 きっとですね、例えば中古車をローンで買ってる方も2代目とか3代目持てるようになるんじゃないかなとか思ったりとかね40代にして独身の方もまあ何て,、まあ、て言いますかね私は自分のことを高く見せるつもりはありませんけども少なくとも変化を貪欲に求めてきたと思うんですよ。その変化っていうのは前もお話ししたように想像できる範囲じゃなくって想像できないような未来が訪れた時にそれは変化と呼んでるんですよね。 じゃあマージャン屋の親父がね今こうやって当時3,500万以上の借金があったのに今一戸建てを一括で買ってそしてそれまでの滞納していた税金を払ったり借金を全部払って今出勤しない暮らしを送っているそして全くマージャンをやってないんですよお酒もタバコもやってませんマージャン屋をやってる時はタバコを吸う時もありましたしお酒は毎晩でしたしもちろんマージャンは1日16時間でした全く違う人生を歩んでいるんですよねこれはさすがに私でもね 予測不能だったりする少なくとも少しはマージャンやるだろうな少なくとも少しはお酒飲むだろうな少なくとも少しはいろんなことやるだろうなと思ったんですけども今はねはっきり言って家族と YouTube これ以外ないと言ってもいいぐらいですよねそのぐらい気持ちが切り替わって生活が切り替わりましたなんせ当時家族もいなかったですからねそして45歳にしてですよあの妊活というのを始めて不妊治療に挑んでそして自分の子供を迎えておととい3歳になりましたよね まるでね、おじいちゃんと息子みたいな関係のこの50歳差の親子関係でもむちゃくちゃ今のところ仲いいです、はい、え補足動画のつもりだったんですけど自分のことばかり話し合いましたねじゃあ補足動画をねタカさんから頂い,いたメールを元にお話ししていこうかと思いますえっと様々あるんですけどもいくつかをピックアップしてお,かお話しようかと思います小さなことをバカにしない大きな稼ぎは小さな稼ぎの積み重ねであるってことなんですけどもだからね大きな稼ぎをいきなり作んなくてもいいんですよただしですよ ただし、やっぱりユーチューバーとして稼ぎを教える側として、毎月1万円のプラスアルファの収入。これは教えれるようになった方がいいですね。結果に結びつくところまで。これはやりましょうと。だって、どんな初心者でも、プラス1万はできるでしょうってことなんですよ。じゃあ、自己アフィリエットやったらどうですかとかね。もっと言ったら、塾長に商品売ってみてくださいって話ですよ。そうでしょ だから塾長に何か商品を売る時にね私だったらこう考えます塾長の塾なり商品を売るんでその売り上げのパーセンテージくださいってことを持ちかけますよねつまりこちらからアフィリエイトを持ちかけていくっていう商品の販売です実績給ですだったらできるんじゃないかなと思うんですよでそうなったらどういうふうにやっていくかっていうと例えばね以前あったんですけども速果塾を紹介するだけの YouTuber っていうのは私の塾生さんに現れたんですよ すすごいですよね、その名言集に気を止めて即座塾をその人を通じて紹介するみたいなことも起きてきたんですけどもその時に、ね、私紹介報酬制度を設けてなかったんですけどもその方には個人的にねありがとねっていうのでまあそれとかね50%の契約で瞬間的にやったこともあったりとか、うん、だからそれをやりすぎるとね売るために紹介するっていうおかしなバイアスが働いてくるんであんまりね これははややるべきじゃないなないいと思って今はやって、て今んですけどね。うんはいまあ、でもねたくましいのは熟成さんが塾長に物を売ってくるぐらいじゃないとやっぱり商売できないですよこの人には売れないだろうっていうものはないですからじゃあ塾長だったら今一番どんなことを困ってるかな何だったらお金で買い取ってくれるかなってことが分かれば私は熟成から商品とか物体とかね中古品を買うことは山ほどありますからね今でもそうですよ。 私が欲しいもの持ってませんかと呼びかけてありますよって言ったらそれ買いますからね先日も3万円相当の化粧品を買ったんですよそういうこともありますんでうんだからねなんかその塾長に対しては物売れないだろうっていう先入観もなくした方がいいかなっていうのは今回放送させていただきたいなと思いますよねはいその他あとライブ放送のことですよねライブ放送はね以前ねあの私がおすすめしていて私の放送などにやったらいいじゃないですかっていうふうに あの続けた方はいるんですけどもまあたたたななかかっっでですすね1年間もやらなかったですだから今多分相川さんは私の放送の後に独自の放送をね連発でパパパンとやるんじゃないかなと思いますんで相川さんは実はねあの語るっていうことに対しての特別なスキルがありますよね。 あとはどういうふうな画角で語っていけばいいかとかどんな話題を出していけばいいかっていうもうテクニックとかノウハウをプラスオンするだけかなと思います放送発信のその自由度とかあの粘り強さっていうのはね誰よりもありますんでねそれこそ対談相手が返信なくても見てなくてもずっとやってますからね素晴らしいことだと思います今はねタカさんといいコンビでやってらっしゃると思いますんで多分このね相川さんはね大きくブレイクすると思いますあのもう蓄積された速火力が十分ありますんで あとはね、どんなきっかけを与えてあげれるか、ただそれだけなんですよ。まあ、ですんで、相川さんをも,もっともっとティーアップするような対談内容とか、場合によっては、ズームでね、対談をしていくとか、相川さんに10の質問みたいなことをやったりとか、とにかく相川さんに、例えば、トレードネームとつけるとかね、芸名をつけるとかね、それとか、まさに相川さんに VTuber のその、えー、なんですかね、その画像とかね、人物像をプレゼントしてみるとかね。 そんな企画をどん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 当てていってあの、まあ、そういうのも面白いんじゃないかなと思いますよね。まあ、相川さんがね良しとするかどうかは別ですけどね <laughs> はい私はすぐいろんなことを思っちゃうんですよ。この人をタレントにして売り込んでいこうみたいなね言ってみればジャニーズ事務所みたいなプロデューサーですよ事務所ですよ。自分の熟成をどういうふうにプロデュースしていこうかなっていうことを一生懸命やったりとかね、うん、人を演じさせてみたりとかなんか面白対談をやってみたりとかね。 あんなな感じかなと思います、まあ、補足動画はこんな感じでね、私の今のちょっとこう、フランクな気持ちをお伝えしたいような感じになります。さあ、じゃあ5時になりますので、これからですね、ライブ放送に向けて、ちょっとだけ、えー、まあ、トイレ行ったりとかね、飲み物飲んだりして、新品整理をしようかと思います。今日もありがとうございました。